米国の北朝鮮専門メディア38ノースは11日、北朝鮮が昨年5月に閉鎖した豊か警察と各実験場で最近、人と車両の動きが確認されたと明らかにした。38ノースは最近、豊か警察と各実験場を撮影した商業用衛星の写真を見ると、先月18日から今月7日の間に、 行政支援施設につながる道路に沿って雪が積もった場所に車が通った後、そしてその地域の下側の中庭で人の足跡が見られると明らかにした。そして、この足跡は小さな箱のような物体が並ぶ上側の広場につながる階段の下の小型組み立て区域につながるようにまみえると伝えた。38ノースは、 この活動の正確な内容は不明だが、少なくとも以前報告されたように職員たちが団地内の現場に残っていることを示唆していると説明した。しかし、閉鎖されたトンネル周辺では、観測できる活動兆候は見られなかったとした。